大内義興、西国の大名、大内家の当主にして足利義実を再度将軍に返り咲かせた、西国の覇者、応仁の乱中、京都で生まれた彼の人生は受産未供養なりという華々しい官位とは裏腹に、常に合戦の連続であった。そんな西国覇者の物語も、ついに終わりを迎えようとしていた。ということで大内義興解説パート7を始めるぜ。前回は大内義興の帰国と、高野峰大神宮の建立、そして寧波の乱について解説したわね。そして兵馬を休めた大内義興は、大永2年から積極的に軍事行動に移るんだぜ。その前に大永初期における大内家周辺の状況について整理するぜ。そういえばずっと上洛していたからそこら辺についてはあまり触れていなかったわね。まず、大内家領国だが、永正14年に義興は石見守護に任命されたことで、6カ国の守護となった。まさに当時日本一の大大名になったわけね。このうち、山城守護については帰国時に返還したと考えられるため、現在大内義興は周防、長門、豊前、筑前に石見を加えた5カ国守護だぜ。義興はこの5カ国と秋国の東西城を担当する守護大として、この6人を任命していた。全員名前に沖の字があるわね。当然これは大内義興からの返帰だぜ。大内家では、同じ多々良氏である末、土井岳や、内藤家、北九州を中心とする杉一族に、代々守護大の地位を世襲させた。そのため、大内家の各守護大の名前は当時の当主の返帰を受けている場合が非常に多いんだぜ。そして、この6人の中でも筆頭家老とも言えるのが、周防守護大の末沖房だぜ。先の船岡山合戦でも出てきたわね。末本家は先代の大内政広の代に、当主の殺害事件や、出奔、一族内での暗殺が相次いだため、義興が当主になった時には大きく力を落としていた。パート1で解説してたわね。しかし、末沖房が上洛中に軍事面で、同族の末広明が内政面で活躍しており、この時には前のような権威を取り戻していたんだぜ。さらに、大永元年には、今後重要人物となる末高房が生まれているぜ。今後重要に、ね。そして、大内家で末家と並び立つ存在であったのが、長門守護大、内藤家の内藤沖森だぜ。この人は地味に初登場かしら。内藤家も大内政広の代に、当主の広則が中殺され、嫡男の広和が挙兵して攻め滅ぼされたため、義興が当主になった時には大きく力を落としていた。大内家の重臣、問題起こしすぎね。しかし、この頃には広則の娘と義興の間に、大内義隆が生まれており、沖森は親族として半世紀にわたって大内家を支える存在となるんだぜ。次期当主が内藤家の血筋というのは大きいわね。そんな大内家だったが、大永初期において、大内領国内でも石見国と秋国については情勢が不安定だった。義興が帰国したのもそれが原因だったわね。例えば、石見国は永正14年に元石見守護大が、天子常久の協力を得て乱入するなど、石見守護就任に伴う混乱が続いていた。特に石見東部は、天子家と親戚関係にある沢家を筆頭に、出雲国と関係が深い国人も多くおり、大内天子間の火種でもあった。いつの時代も境目は争いが絶えないものね。一方で、石見西部では、増田、三住、福屋家といった増田一族内での争いが起こっており、義興も対応に苦慮していた。西も東も騒乱状態だったのね。反対に、秋国では永正14年に秋武田家当主、武田元重が戦死したことで、この頃は小康状態であった。毛利も隣に討ち取られたのよね。ただ、秋国のもう一つの問題については、未だに未解決のままとなっていた。それが厳島神主の後継者問題だぜ。そういえば、これって発端は何だったっけ？そもそもの発端は、義興の上洛に従っていた厳島神主、藤原沖親が永正5年12月に病死したことで、神主家が断絶したことだ。これにより、次の厳島神主家当主の座をめぐって同族の友田沖藤と小形加賀の神が争い始めたんだぜ。ああ、そういえば武田元重が先行して帰国したのも、この争いを止めるためだったわね。この時二人は京都にいたんだが、これに合わせて厳島の方でも両者の支持者が互いに敵対し合い、桜尾城と藤掛城を挟んで睨み合いとなった。しかし、初めはただ睨み合いだった争いも次第に周辺国人を巻き込んだ大規模なものとなり、10年以上神主不在のまま対立することとなった。初めは厳島神社内での問題だったのに、秋武田家とかの横槍が入って大問題になったってわけね。義興は帰国後、改めて両者の裁定を行ったが、決め手にかけたため、結論を結局は棚上げにし、争いの発端となった神領を中途差し押さえとした。
そして厳島新領州の城である角城に常磐を入れ、大秋武田家の決戦の最前線として利用したんだぜ。え、それって単なる横領なんじゃ。義興のこの判断は問題であり、後に厳島新領州の謀反に繋がってしまうんだぜ。一方、山陰地方では、この数年の間に状況が激変していた。特に着目すべきは、出雲の尼子常久の活動だぜ。前々回にもちょっとだけ触れていたわね。パート5でも解説したが、永正初期まで大内義興と尼子常久の関係は、実は良好だった。出雲では永正5年10月に、出雲守護の京極正常が亡くなり、嫡男の木宗もすでに亡くなっていたため、尼子常久と多賀伊豆の神二人を後見として、まだ幼少の木宗の子、吉道寺丸が出雲守護京極家の当主となった。ちょうど義興が上洛した頃ね。しかし、永正年間の尼子常久は未だに守護代であり、出雲統治も京都にいた木宗の妻の下校を要請し、京極氏本拠の出雲や旗に親方として住まわせることで、出雲国人たちの統制を図ろうとしていた。しかも、常久は義興、高国から次男国久、三男沖久に返帰を受け取っており、嫡男正久を上洛させるなど、幕府との関係を深めようとしていた。常久は下克上するどころか、守護や幕府の権威のもとになんとか出雲を統率しようとしていたのね。しかし、大永年間前後になるとこの状況が一変する。え？少なくとも永正11年までは、尼子常久は守護代であり、出雲守護はまだ幼い京極吉道寺丸だったことは確実だ。しかし、少し後の大永4年に将軍家が常久に送った書状には、京極氏の名前がなく、かつ尼子常久の上に出雲国氏、という張り紙が付けられているんだぜ。さらに、同時期に作成された幕府内断衆である、大立上皇の霊書には、はっきりと雲州守護、佐々木尼子殿と記載されている。あれ、吉道寺丸は？実はこの永正11年から大永4年の間に、京極吉道寺丸が夭折したことで、京極家が断絶したようなんだぜ。そのため、京極高久を祖とする同じ佐々木氏の尼子常久が、佐々木家代々の文書と出雲国政売権を継承し、幕府もかなり早い段階でそれを認めていたんだぜ。つまり、尼子常久は下克上をしたのではなく、断絶した佐々木京極家を継承する形で、出雲守護になったというわけ？尼子常久は戦国初期に下克上を成し遂げた典型例とされていたが、実際はかなり正当なプロセスを経て、出雲守護を相続したんだぜ。さらに、この頃の尼子常久はかなり大きく動いていた。常久は備後国人、山内直道の娘を寝取った三男、沖久に、出雲西部の有力者、円谷氏の総領家を相続させることに成功しており、また、出雲領国僧の一人、北島正隆に娘を嫁がせ、娘に国蔵職を継がせたりと、養子縁組によって出雲の支配力を強めていった。欧州の伊達種宗と似たようなことしているわね。また、この頃から常久は、出雲統一前に出雲国外にまで戦線を広げ始める。法規国では、山名一族である山名直之と山名住之の争いに介入し、住之を法規守護につけることに成功。備中でも備中北部の国人検討時代官、新見国綱に合力し、三村氏の侵攻を防いでいる。さらに、この頃には備後、田島守護の山名総領家とも同盟を結んでいたと考えられており、永正14年には義興の岩見守護部人に反対する元岩見守護、山名紀伊の神の岩見国乱入にも合力。さらに、大永2年の山名家総領、山名信豊の播磨乱入にも常久は山名住之と共に協力しているんだぜ。全方向に戦線を広げているわね。ただ、これは支配域が大内家と触れた尼子家が、秋武田家、山名総領家と反大内同盟を結んだ結果とも捉えられるけどな。このような状況の中、大永2年、兵馬を休めた大内義興はついに動き出す。狙いは当主元重が討ち死にして勢力が弱まった、秋武田家の武田光和だぜ。ついに裏切りの代償を払わせる時が来たのね。同年3月、末沖房を対象とした6カ国を結集させた大内軍は、秋国佐藤軍に集結。同時に元山城上三軍守護代、広中竹長も、多賀屋竹重や野見白を中心とする秋大内水軍を率いて出陣した。本気で秋竹だけを潰そうとしたのね。しかし、17日、27日には広中竹長ら大内水軍は、白石が率いる武田水軍と仁保島で海戦を行うものの、強硬な抵抗に遭い、中、二保城の突破を断念。4月6日、大内軍は太田川中洲の上八山で進軍し、直接秋武田家の本拠である金山城に迫るものの、新城小畑からは進めず、6月には西側からも攻め入ったが、秋武田家重臣の友氏の抵抗により突破できず、結局、8月には大内軍は撤兵したんだぜ。
意気込んでいた割には弱すぎない？それだけ秋武だけがまだ根強い力を持っていたっていうことだぜ。そして、翌大永3年、秋国の状況は激変する。まず、初めに動いたのが秋国の厳島新領州だぜ。少し前に義興が形式的には横領に近いことをやったところだったわね。この時、厳島神主家の家督を棚上げにされた友田沖富士が、大内に反感を覚えていた厳島新領州を味方につけ、武田光和と手を組んで4月11日に挙兵したんだぜ。まあこれはわからなくもないわね。挙兵した友田沖富士は、大富士加賀の神の桜を城、続いて内藤孫六の恋城を奪取し、厳島神主を宣言。これに同調して、秋武田家も杉海の神を討ち取り、石見基本城を奪取した。一気に西側が危うくなったわね。これにより、秋武田家攻めが難しくなった上に、大内家の秋国支配も揺らいでしまった。そして、そこに間髪入れずにつけ入った男がいた。まさか、そう、天子常久だぜ。天子常久は友田沖富士の挙兵を受け、秋国に進軍、大内軍が手薄となった秋国東西城に攻め入ったんだぜ。しかも、その道中で常久は、妻の実家である吉川家や、吉川家と親戚関係の毛利家といった道中の黒人たちを配下に加えた。天子常久はそのまま大内家の重要拠点である鏡山城を攻め、6月27日には鏡山城は陥落、城主、倉田房信やその氏森信ら約1000人が討ち死にした。そのまま天子家若曲り島まで南進し、大内水軍の田谷氏をはじめとする秋国人たちを降伏させ、秋国における新大内勢力を短期間の間に一掃した。これは大内家にとっては衝撃的だったでしょうね。しかも同年8月下旬、大内家が軍を秋国に進軍させているのと入れ違いに、常久は岩見国にも侵攻、岩見西部の三隅郷まで侵攻し、寺社仏閣をことごとく破壊したんだぜ。これにより、天子家は出雲だけでなく、宝器、備中、備後、秋、岩見に渡る大勢力へと変貌を遂げたんだぜ。これで一気に天子家の存在が大きくなったわね。もちろん、常久はそれらすべてをコントロールはできていなかったが、翌大永4年の幕府からの書状を見る限り、出雲、沖に岩見三分、宝器三分はほぼ支配下に入れていたことは確実だぜ。ちなみにこの頃、前回解説した寧波の乱が起こり、この時大内家は踏んだり蹴ったりの状態だった。秋武田家を攻めるわずが、逆に秋国の支配もほとんど失ってしまったものね。しかし、ここから大内義興も反撃を始める。同年の大永3年8月、義興は末沖房、広中沖武らを秋に派遣し、まずは京都府である厳島新領州の奪還を図った。あれ、広中竹長は解任されたの？いや、竹長は沖房らとは別に周防水軍を率いて水路を進み、8月18日に厳島を占領する武功を立て、11月まで広島湾で武田水軍と戦っているぜ。翌年5月、末沖房らは厳島から上陸するための用地である門山城を攻め、それに対し友田沖富士、武田光和らが救援に駆けつけた。しかし、背後の大野城の大野壇上消失が、5月12日に沖房に内応したため、退路を断たれた友田、武田軍は敗走した。そして末沖房は、そのまま友田沖富士の逃げた桜を城を取り囲んだんだぜ。徐々に自力の差が出始めたわね。さらに、これを受けて大内義興自身が嫡男義隆を伴って周防から出陣し、厳島の勝山に陣を構え、本気で攻略に入った。最初からそうしておけばいいのに。まあ、そこは他にいろいろあったんだと思うぜ。7月から始まった桜を城攻めは車やぐらといった工場兵器を使う大規模なものとなり、10月には岩見国人の吉見頼興を仲介して友田沖富士は降伏。1年半かかったものの、義興は厳島新領付近を再び取り戻したんだぜ。でも秋国浜田ほとんどが天子家の支配下のままよね。しかし、こちらの方も状況が大内方に傾く。実は天子常久の鏡山城攻めの1ヶ月後の大永3年7月、毛利家当主の毛利高松丸が幼くして死去、代わりに叔父の毛利元就が毛利家当主となった。ついに毛利元就が毛利家当主となったのね。大永5年3月、当主となった元就は有力一門の支持広義を介して大内家に再び帰順。これにより秋国人の勢力図が変化する。4月5日、末沖房は広島湾の東側の矢野で野間沖勝と交戦、そのまま通過して天野沖貞の本拠である米山城を包囲し、6月26日には元就、広義コンビを仲介人として天野沖貞を再び降伏させたんだぜ。これに対し、武田光和は流れを断ち切るべく、8月に天野領に攻め入るが、27日には天野、末連合軍に敗れた。これにより、秋国人の多くは再び大内家の影響下に入ったんだぜ。風なんだろう、吹いてきてる。
確実に、着実に、大内家の方に。末置きふさ率いる大内本軍はそのままビンゴに侵攻し、大永6年まで天子常久とビンゴで小競り合いを続け、大内方に戻った毛利元就らがまだ天子、武田方の阿蘇沼広秀に対処した。徐々に大内本軍と天子本軍が近づいてきたわね。そしてこの大永5年の末、大内軍に強力な助っ人が参上した。誰かしら、もしかして足利義胤？義胤はもう亡くなっているぜ。それは九州の雄、豊後守護大友家の援軍だぜ。大友家って、あれだけ大内義興と争っていた大友家？そうだぜ。確かに大内義興と大友親治は、義興上洛前は御前をめぐって激しく争っていた。しかし、この時の大友家は前年に親治が死去し、義興の娘をめとっていた親治の孫、義明が当主となっており、両者の関係は良好だった。あれだけいろいろあったのに、結局は大友正親と同じような状態になっているわね。義興の要請を受けた義明は、12月27、8日に1万の兵を秋津久島に派遣し、そのまま府中城の白石を攻撃した。1万ってどんだけいるのよ。さすがの大軍に戦意喪失した白石は、武田氏官の内藤玄馬之助の切腹を条件に降伏し、開城したんだぜ。これは仕方ないわね。ただ、このすぐ後に大友軍は国元の豊後で増設があったため、一部を残して大半が帰国、府中城も再び寝返った白井備中守に奪還されてしまう。結局行って帰っただけになってしまったわね。だが、大友軍も後に控えているという事実をアピールできたのは重要だぜ。さらに、状況は天子方から大内方に有利に進んでいく。大友軍が上陸した翌年の大永6年、今まで同盟関係であった備後、田島守護の山名信豊が天子常久との決別を宣言するんだぜ。え、山名家と天子家は反大内として協力していたんじゃなかったの？数年前まで、山名信豊は大内家の備後侵攻に対して天子家と手を結んだ。しかし、この時には逆に天子家が備後どころか稲葉にも侵攻しており、大内家よりも天子家がむしろ敵となっていたんだぜ。山名信豊は、太田垣久友を通じて湯浅弘宗ら備後国人に、大内方に協力するように求めており、この頃には備後の国人たちの名手であり、天子氏と親戚関係でもある山内直道が大内、山名方に戻っているぜ。さらに、この頃には備後の宮氏が備中勢と共に、天子方となっていた備中北部の国境にある延新城八鳥領城を落とし、連絡網の遮断を図っている。このように、大永3年には勢力を拡大した天子常久だったが、大永6年には逆に追い詰められていた。天子家はぐるっと三方を囲まれる形になったのね。常久は流れを変えるべく、大永6年には備後に軍勢を送ったが、末置きふさら大内軍と備後国人たちに押され、苦戦を強いられていた。そして翌大永7年、備後国での戦いに一区切りのついた置きふさ軍は再び秋国に帰還。天の置きさだと共に天子武田方の阿蘇沼家を攻め、2月19日には熊野要害を攻略、翌3月には阿蘇沼家本拠の床の山城を包囲した。結局、阿蘇沼広秀は主戦派の野村木之丞の切腹を条件に降伏し、秋国人の大半は再び大内家の支配下となった。このたった3年で秋国の勢力図がコロコロ変わっているわね。さらに、阿蘇沼家の取り子城攻めと並行して、大内本軍の白池攻めが進んでおり、4月には美保島の白井義胤が恩賞を条件に寝返ったことで、白い備中守がこもる府中城のみとなっていた。大友軍の大半が撤退した後に、府中城を奪い返した人ね。5月13日に武田光和は、府中城に援軍を差し向けるものの、松笠山にて撃退され、白石は窮地に立たされた。そこでついに天子常久が再び動き出す。2ヶ月後の大永7年7月、常久は自ら出陣してまずは備後国の重要拠点であり、かつ備後国人の取りまとめ役でもある山内直道を攻めた。常久の三男、縁屋置久の楽譜だったのに大内、山梨方になった人物ね。この時常久は山内家の本拠である高山城を力攻めせず、南部の和知郷を制圧し、山内直道と大内家の連絡網を遮断する形で降伏に追いやろうとした。それに対し、義興は一旦府中城攻めを中断し、末置きふさらを備後に急行させ、ここに大内軍と天子軍が対陣することとなった。義興は、大出雲守護、天子常久の軍として、有力機関である杉置重や二宝木友らをつけ、さらに毛利元就、志々広義コンビや天野興定といった秋国人も、援軍として末軍に加わった。義興も末置房も天子常久を決して舐めてはいないってことね。
7月12日頃から退陣した大内、雨子軍は、8月9日には和地郷の細沢山にて激突した。その結果、大内軍は末飛艦の偉三郎が討ち死にした一方で、雨子軍は米原、牛尾といった有力者が討ち取られ、さらには和地筑前の神もその後離反してしまった。結果から見るに、雨子軍が敗退したのね。雨子常久はそのまま北上し、大山の内家領に築城した、八が壇上に本陣を構え、なおも退陣を続けていたが、劣勢は明らかであった。11月27日に末軍は雨子方の三好氏のみ吉郷の焼き討ちを行い、常久をおびき出そうとしたが、常久は動かず、結局冬に雨子軍は出雲に帰還した。これは大内軍の勝利ね。こうして雨子軍に勝利した末置房は、翌永正8年には秋国に帰国、7月頃には府中城攻めを再開していた。頼みの綱だった雨子軍も撃退されたし、これで秋武だけも終わりかしら。しかし、この戦いの終焉は突然訪れた。同年7月、4年にわたり在陣を続けていた大内義興は門山城で病に倒れ、重体となったんだぜ。え、こんなに優勢になったこのタイミングで倒れたの？末置房や内藤沖森、戸井田沖行ら有力機関は厳島神社の西回廊にて緊急の料亭を行い、大内義興の身柄は山口に移された。しかし、義興はその5ヶ月後の享禄元年12月20日、山口にてその生涯を終えたんだぜ。最後に雨子常久との因縁に決着をつけた後、燃え尽きるかのように亡くなったのね。その後、大内家はまだ若い大内義隆が当主となり、しばらくの間は、北九州で急激に関係の悪化した大友、小二家との戦いに謀殺されることになる。一方、雨子常久は先の敗戦に加え、急速に権力を増大させた反動から反雨子勢力の活動が活発化、それが自身の三男、縁屋沖久の反乱へと繋がり、出雲を二分する内乱へと発展してしまった。長期間にわたるこの内乱には勝利するものの、しばらくの間、雨子家は大内家との戦を避けることとなる。そして、小康状態となった秋備後国にて力をつけた毛利元就が飛躍し、やがては西国戦国史の中心人物となる。このように、西国覇者であった大内義興の死を契機に、中国地方の戦国時代が幕を開けるんだぜ。とうとう毛利元就の時代が来るのね。しかし、大内義興の解説はここでおしまいだぜ。皆様、パート7までお付き合いいただきありがとうございました。来年もよろしくだぜ。
Thank you.